世界で一番大切なもの、市川海老蔵。3人の一番大切なもの、市川海老蔵さん、マナ娘玲香ちゃんが一番大切なもの発言で感涙の声が続々。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自らの YouTube チャンネルで玲香ちゃん、勸玄君との晩御飯を囲んでの団らん光景を投稿したところ、けなげで泣けるうるうるしてきたとの視聴者が涙を誘われるといったコメントが相次いだ。この世で一番大切なものベスト1を玲香ちゃんが家族に問うた時のこと、海老蔵さんがパパは家族と即答すると、以後こんなやりとりが続いた。玲香ちゃん、ものすごく素晴らしいんだけどね、ものを教えて。勸玄君、パパが一番好きなのはママの写真だと思う、当たった。海老蔵さん、パパの大切なものはママの写真。勸玄君、やっぱ当たった。海老蔵さん、勸玄は、勸玄君、ベスト1位はこの体。玲香ちゃん、玲香ちゃんが一番大切なものはママから昔買ってもらったタオル、小さい頃から一緒に寝てたんですよ。安心するのか、触ってたら眠くなる。海老蔵さん、てん。母親である真央さんが亡くなったのは、玲香ちゃんが6歳の誕生日を迎える直前のことだった。視聴者のコメント欄には、なんか私もうるうるして泣きそうになって、本当に素晴らしい家族だな、みんな素直でいい子供たちに育っています、奥様も喜んでいますね。れいかちゃんの一番大切なもの、ママにもらったタオル、けなげで泣けるといった感動的だったとの意見が多数寄せられた。感無量で涙しそうになる海老蔵さんの表情もまた印象的だった。真央さんも空の上で嬉し泣きしているのではないだろうか。感無量、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。